はい、じゃあグレード試験の16変形2っていうのをやっていきます。まず1番、1番はタタっていうリズムです。16分音符の中のおにぎりでいうとおにの位置です。おにぎりおにぎりで、2番です。2番は逆でおにぎりの部分ですね。なんで3番目4番目になります。こちら1、2ですね。3、4で、続きまして3番です。3番は、2番目と3番目になります。なので、ちょっと書きますね。2と偽の位置になります。はい、で4番は、2と偽の位置になります。大きな違いはここは16分音符かこっちが8分音符かの違いで叩くタイミングがずれます。で最後5番ですね。普天8分音符、これはここを叩きます。おとりです。1番目と4番目になります。では、ちょっと叩いていきます。はい、では1番ですね。1番はおにぎりのおにの位置ですね。1、2を叩きます。あ、クリック出します、ね、クリックは80です。この速さでいきます。1、2、3、まず1番、おにぎり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 、右手とクリックが合います。はい、次2番です。1、2、3、4、おにぎりおにぎりおにぎり、ぎとりの位置ですね。おにぎり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 、はい、で3番、にとぎですね。はい、おにぎですね。1、2、3、4、なんで2番目と3番目なので左右左右になります。よくうさぎとも言いますね。うさぎ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 、はい、で4番です。2とり、2番目と4番目を叩きますので全部左手になります。一番大変かもしれないです。もしできない場合は五反田から始めてもいいです。五反田五反田五反田で右手を空振りしながらすると4番のフレーズになります。で左手はずっと均一に動いてます。なのでちょっとでも止まってしまうとずれます。はい、で最後、1番目と4番目おとりの位置ですね。これは右手左手になります。叩きます。2、3、4、おにぎり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 、でこれよく間違えちゃう方多いんですけども、右手の位置がクリックとあります。タンタタンタタン、なので1、2、3、4、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 あとは言葉で言うとサウンド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 っていう風に呼んで叩いてもいいと思います。はい、ありがとうございます。